アクセス、スリル満点の怖い系の映画も見たいし、号泣できる泣ける系の映画を見たいという方、おめでとうございます。映画新幹線ファイナルエクスプレスは、そんなあなたの2つの望みを一気に叶えられる最適な映画です。この作品は一言で言うと泣けるゾンビ映画です。この動画では新幹線ファイナルエクスプレスの魅力を、ホラーの観点と感動の観点の2つの観点から紹介していきたいと思います。ネタバレはしないのでご安心ください。まずホラーの観点なんですけど、列車内にゾンビ大量発生、これなんですよ。この列車というのはですね、つり革があるような普通の電車ではなくて、日本でいう新幹線的な列車のことですね。なので繁殖するゾンビたちから逃げようと思っても、次の駅まで長い時間待たないといけないんですよね。つまりその間、ゾンビ vs 人間の戦いが繰り広げられるんですよ。最初は列車内に1人だったゾンビ感染者が、あっという間に感染爆発して拡大して、気づけばゾンビまみれになって、生き残る人間たちはもう息をつかせるサバイバルを強いられることになります。そしてこれを受けて列車はとある駅で停車して乗客を降ろして、ゾンビたちを軍に鎮圧してもらうことにしました。これでやっとみんな一安心と思いきや、その駅に降りると列車内よりはるかに多いゾンビたちが待ち構えていたんです。要するにですね、突撃するはずだった軍の人間たちもゾンビにやられてしまったんですよ。そうなんです、ゾンビ感染は列車内だけじゃなくて韓国国内全土で起こっていることなんです。列車の中はもちろん、列車の外もどこも安全ではないんです。この尋常じゃない感染拡大のスピードと逃げ場のない恐怖は、コロナの日じゃないです。圧倒的に怖いです。この映画を見てるときは緊迫感でずっと気が張っていて、トイレに行くのを忘れるぐらい見入っちゃうと思います。そして2つ目の感動の観点なんですけど、この映画ゾンビ映画と申しましたけど、実際は超ヒューマン映画です。大切な人を守るために男たちが命がけでゾンビと戦います。この男たちというのは、小学生の娘と乗車する主人公の男、妊婦の奥さんと一緒に乗るゴリゴリの男、そして恋人といる高校球児の男、この3人ですね。この3人が大事な人のためにゾンビに立ち向かうわけです。特にですね、ゴリゴリ旦那は人相が悪いですけど、誰よりも情に熱い男です。彼が最前線に立ってみんなを守ろうとするその姿は本当にかっこいいです。男も俺の男です。とあるシーンではもうかっこよすぎて涙がめちゃくちゃ出ました。それにしてもですね、このように非常事態の時って、その人の人間性とか器の大きさが如実に現れますよね。この作品でも2つのタイプの人間が現れまして、それはみんなと助かりたい人と、自分だけが助かればいいという人ですね。ゴリゴリ旦那周りの人間はみんなと助かりたい思考の人ばっかりなんですけど、一人ですね、乗客にとんでもない自己中野郎がいたんですよ。バス会社の常務の男なんですけど、まあ、見てのお楽しみなんですけど、こいつは正真正銘のクズです。マジでクズです。ほんとゾンビよりこいつの方が怖いんちゃうかってぐらい本当にね、最低なんですよ。そしてですね、この超ヒューマン映画ということで言うと、一番注目してほしいのは主人公の男です。仕事人間で普段は全く娘に構ってあげられない上に、ゾンビ発生当初は自分たちだけが助かればいいという、先ほど紹介したクズ男と同じような思考を持っていたんです。この主人公の男注目ですよ。というよりですね、この男と娘、この2人の関係性注目です。しっかり2人のバックグラウンドを汲み取った上で最後のシーンを見ると、本当に大号泣必至です。ゾンビ映画でこんなに泣けるのかってくらい感動します。ぜひ注目してみてください。というわけで、新幹線ファイナルエクスプレスについて紹介させていただきました。この映画は感染系の映画ということで、コロナ禍のうちに見ることをお勧めします。この動画が参考になったという方は、ぜひ高評価とコメントの方もよろしくお願いします。そしてですね、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。以上、ご視聴ありがとうございました。